皆さん、ということで今日はですね、ちょっとねこんな感じで歩いてるんですけども、青い空、白い雲、晴れ、ちょっとね歩いてるんですけども、セカスト、セカンド、ストリート、ファイヤー。最近全然行ってなかったからね、結構久々に行くんですけど、まあだいぶね時間空いたんでね、商品とか変わってると思うんすけど、変わってたらおもろいっすね。何狙おっかなって感じなんですけどね、やっぱ夏ねショーツ欲しくてですね、古着屋とかでもね結構見てるんですけども、ちょっと安めでね手に入ったら暑いなって感じかな。あとはまあ適当に見ていきたいんですけど、向かっていきたいと、レッツゴー。うわー、はい、ということで帰ってきました、ボーイ。ということで、いやーちょっとね今回皆さんね期待してくれてもええかもしれません。うん、ええです。めっちゃいい感じのねものねゲットってきましたんで、ちょっとね紹介したいなと思います。程度でございます。フィア、フォイア。ということでね、さっきも言ったみたいにね、結構ね品揃えとかはね豊富になってましたね。僕がいつも行ってるところなんですけど、マジでこの時期とか警戒する時期なんで、結構ねいろんなとこ回ってみても、久しぶりに回ってみてもすごいね楽しいんじゃないかなと思います。ということで紹介していきたいんですけども、ごめんどれにしようかな。まあ一番安いやつから、いや、まあ、これからいきますわ。はい、これこのパンツでございます。このパンツですよ。これはね、僕はあんまりね手出したことないですけど、これグローバルワークって書いてる。グローバルワークで多分もしかしたらこれ誰か切ってるんかなっていう感じなんですけど、グローバルワークとか絶対ね僕ね普通に現行とかで買わないんですけど、古着としてね買ったというか、うん、そういう感じでございます。普通にね、まあグローバルワークやけど系統違うかもしれんけど、ただのね茶色のパンツなんで全然わかんないかなみたいな感じで買いたいと思うんですけど、普通にめっちゃ良かったんですよこれ。太さとか、僕はスケボーとかでよくするんでね、丈の感じとかもねめちゃめちゃフィットしたので、こういう感じのねよくわからん掘り出し物みたいなのもね結構やっぱりセカストとかってあるんで、すごいね狙い目かなと思います。はい、めちゃめちゃ楽しいですね。なんでこれ買ったのかと言いますと、なんとウィー900円。やばくない？900円でねこのパンツ買えるとやばないですか。結構ね生地とかダックパンツっぽいっちゃっぽいんですけど、普通のね茶色のパンツなんですけど、太めのねめっちゃ良くないですか。うん、これ900円よ。パンツ900円で買えるとか、まずセカストとかしかありえへんからね。古着屋とかで買ったら絶対もっと高いしね。こういうねシンプルなやつやったらね、別にねナノブランドでもね適当に履けるので、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。サイズは L サイズで、まあ普通にねちょっとダック生地っぽい感じの、ちょっと渋い感じの生地で色合わせてるというか、うん、ちょっとね質感とか古着に近いような感じあれになってますね。それよりちょっと色とか淡い感じ、ダックパンツとかよりかはちょっと柔らかい感じでみたいな。ダックパンツ1個持ってるんですけど、ジェニュインディッキーズのやつなんですけど、これはちょっと濃いめなんで、僕これぐらいのねちょっと薄めのねパンツとか持ってなかったんで、900円で手に入れてたらいいかなと思いまして、ちょっと手に入れた次第でございます。値段とかに関係なしにやっぱり着る人ですよ。僕の参考にしてる方とかめちゃくちゃかっこいいんやけど、なんか服の詳細見たら、えマジかみたいな、そんなめちゃめちゃ高いブランドじゃないのになんでこんなかっこいいんやろみたいに思う人とかも結構おるんで、すごい楽しいですね。着がれバイ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 、着がれ目線で言いたいと思います。はい、ということでね、こちらのねパンツになるんですけどね、めっちゃ良くないですか。はい、この丈感といいね、この色の感じ、やっぱりねちょっとブラウンというよりかは結構ねライトな感じ、ちょっとね薄めな感じのブラウンでね、ダック生地っぽい感じの質感を感じますよね。僕はねこれね、あの腰履きとかしてなくて普通のウエストで履いて、今ワンクッションぐらいかな、この靴がクラークスなんですけど、ワンクッションぐらいでね履けてるような感じになってます。まあワンクッションでこの太さなんでね、結構ええ感じの太さで、ほんでもっとね腰履きとかしてちょっと溜める感じで履いたらね、もっと太さも出るかなって感じで、すごいね使いやすいしね、ちょっとシンプルでかっこいいパンツなんじゃないかなと思いますね。でちょっとね質感見てもらいたいんでね、近くで見せようと思うんですけどもね、こんな感じでございます。はい、ちょっとねあの薄めの感じの色で、結構ダックパンツみたいな感じで、これかっこいいですね。はい、ということで着が見ていただきましたでしょうか。それでは次のアイテムいきたいと思います。いや、こちら、はい、こちらのキャップでございますね。これめっちゃ良くないですか。普通にめっちゃかっこいいと思うんですけど、僕はねこういう感じのキャンプキャップっぽい感じのね 1,2,3,4,5,5 パネルのキャップ結構持っててめちゃめちゃ好きな形なんですけど、まあめっちゃねいろんなとこにあるんですけど、まあこれとかもそんな感じですよ。これシュプリームなんですけど、こういう感じのキャンプキャップめちゃくちゃ好きでしてね、やっぱねすごいね使ってるんですけどね、最近 T シャツとか結構買うじゃないですか。 T シャツとかってこういうね柄物とかが多いんですよ。無地のやつであんまりね買ってなくて、デザインが入ってるやつね、こういうの持ってるので
やっぱりねキャップとかでもねあのロゴとかまあデザインとかバーって入ってるやつをかぶってしまうとなんてやろちょっとごちゃついた感じになるというかちょっと落ち着いてない感じになると僕は思うのでこういう感じのね無地とかめっちゃ欲しかったんですよ。無地のキャップとか結構最近ハマってるので僕こういう無地のやつ探してたんですけどねこちらセカストにあったんですよね。はいこれちょっとね見てほしいんですけどダークブラウンな感じこれねロスコでございます。みんな大好きロスコでございますね。ロスコはねちょっとミリタリーな感じのねアイテムをねあの展開しているようなブランドなんですけどまあロスコやったらねカーゴパンツとか結構有名だと思います。バイザーのとこは結構ストレートな感じほんでメッシュボタンみたいななんかボタンがありましてでシュプリームとかは結構ね生地厚めなんですけどちょっとね夏仕様というか結構ね薄い感じでナイロンっぽいんですけどねこれはねコットン 100% なんですよね。ちょっとええ感じに薄い感じのコットンでめちゃめちゃね調子いいんじゃないかなと思います。めっちゃ使いやすいし単色でデザインも入ってないんでね結構どんなね服装とかにも合うからすごいええかなと思いましてこれねセカスト値段税込み1760円でございます。パンツとかの方が安いっていうのすごい900円のパンツが破格なだけでこれめちゃくちゃやばいっすよね。普通にかっこいいっす。でこれもね着画見てほしいんですけどもダークブラウンってめちゃくちゃ使いやすいなと僕思ってて何でも合うやんみたいな感じ思ったんですよ。例えばこういう黄色の T シャツとかと合わせるとしても黒のねパンツとか合わせるのもね合うっちゃ合うと思うんですけどねこのねブラウンとかと合わせるとねなんかすごいめっちゃかっこいいみたいな僕は黒とね黄色合わせるよりブラウンと黄色合わせる方がめっちゃかっこいいみたいな感じで思っちゃうしなんかねすごいブラウンってめちゃくちゃ使いやすい色なんじゃないかなとね発明したんですよ。その着眼いきたいと思います。それではそれではレッツゴー。はいということでこちらねロスコのブランドキャップかぶってみた感じになるんですけどもねこちらやばくないですか。ちょっと後ろのタグねまだついてんのちょっといい理由がありますのでちょっと申し訳ないですけどご了承ください。ほんまにね色としてはねザ茶色すぎずねちょっとね暗めのダークブラウンって感じでマジで使いやすいんですよね。ほんまにほんでなんかねコットン 100% やけどちょっと薄めな感じなんでねすごいね涼しい感じもありますしめちゃめちゃねこの黄色の T シャツとかともねあの相性いいというかというか何でもいいと思うんですよね。ダークブラウンやからねめちゃめちゃ何でも合うと思う。ほんでやっぱね近くで見てもらいたいんでねちょっと近くで見せるんですけどねこんな感じです。はいちょっとねちょっとシワになってるような感じのねこの質感ですよ。これが好きなんですよね。ちょっとシワになってるのが逆に僕はいいんですよ。うんめちゃめちゃかっこいいですねこれ本当にやばいね。横から見た感じとかもめちゃめちゃいい感じです。はいということでラストいきます。ラストねこちらポーンということでラストこちらでございます。こちらのショーツでございますね。僕ねセカストに行く前にねショーツ狙ってるみたいな感じで言ってたと思うんですけどやっぱねショーツバーっと探しててねこちらありました。このね結構グリーンの深めな感じの色でちょっとねミリタリーっぽい感じの色しますよね。ほんでこれねブランドですね。ブランドなんとトミーフィルフィガーなんでございますよ。これトミーでこんなねかっこいいパンツ探せるの俺だけちゃうかこれって感じなんですけどやめちゃ良くないですか。僕は適当にねなんかちょっと安めのノーブランドのねショーツとかあればいいかなみたいにバーっと見てたらね普通にトミーでこんなねかっこいいやつがあってねすごいね嬉しいですね、うん、僕が行ってる古着屋とかでもねトミーの古着のねショーツとかめちゃめちゃ置いてますしめちゃめちゃかっこいいのが多いんですけどそれをねセカストでパッチーンとねこう見つけれたのねすごいね収穫やなと思います。はい、めっちゃ可愛くないですか。でねこちらねお値段なんと900円。嘘やろおいおいマジかやめときよ嘘やろ嘘やろちょっと待ってくれ待ってくれちょっと待ってくれ900円っすよ。うん、これ900円でトミーのね、この感じのショーツをね、あの、ゲットったのはすごいんじゃないかなと思います。なんせこのね、深めのグリーンっすよ。この深めのグリーンの色がめちゃくちゃ僕は好きでしてね。で、なんか質感とかもね、結構古着屋に置いてそうな感じ。マジ、すごいね、古い感じもしてね、すごいかっこいいでございますね。もう最初からそういう仕様なのかはわからないんですけど、僕はこういう感じのね、古着の質感がめちゃくちゃ好きなので、あの、カーゴパンツっぽい感じですよね。色合いとかもそうですし、結構カーゴショーツみたいな感じのね雰囲気ありますね。しかもこれ絞れる仕様になってるんですよ。僕はちょっと絞らないですけどこのポケットとかもね結構機能性ありましてねここにねボタンフライでねデカめのポケットが下まであるのと途中からここにチャックがありましてチャックでビーってやって2つ目のポケットがあるみたいな感じでめっちゃいいっすよね。でね僕ねショーツでねすごい気をつけてることはですねまあセカストとか行った時に皆さんもねちょっと参考にしてもらえばと思うんですけども裾口ここの裾口がねでかいやつをね選ぶと絶対いいと思います。裾口が
ね狭いやつ選んでしまうとちょっとねストリートファッションとかにはね向いてないというか不向きな感じのねシルエットになってしまうような気がしますね。丈感とかはですね普通に腰巻きとかウエストを高めでねあのベルト締めて履いたりとかすることで別に丈感とかはね調節できるんでそれでいいと思うんですけど、やっぱねここのね裾口が狭くなってしまうとねどうしてもトップスとかのねサイズ感と合わなくなってしまったりすることがあるのでねすごいちょっときしょい感じになるんですよ。だから裾口だけでかいのをしとけばまあ T シャツとかね結構丈長めの着る方やったら結構腰巻きにして膝下とかそこら辺でね履いてくれてもいいですし、逆にね T シャツとかめちゃめちゃちっちゃくないめちゃめちゃでかくないみたいなちょっといい感じのぐらいの丈感なんやったらねウエストね高めで履いて膝よりちょっと上ぐらいとか膝ぐらいで合わせてくれたらめっちゃ調子いくんじゃないかなと思うんですけど、はい、ということでこちらも着替えに行きたいと思います。はい、ということでラストこちらのトミーのねショーパンね履いてみた感じになるんですけど、こちらやばくね、ちょっとねマジかって感じっすよね。かっこよすぎん、普通にめちゃくちゃ調子いいんですけど、ちょっとねあのこの横のねあの絞るところの紐ねちょっと僕若干長いかなと思うんで切ろうと思うんですけど、普通のそれ以外はねマジめちゃくちゃ良くないっすか。マジでクッソやばいな。セカストやっぱねこれ900円で手に入るからねやっぱセカストやばいなと思うんすけどね、結構うんセカストほんまに調子いいわ。この裾口がね結構広めなんでねすごいゆとりもあってねオーバーサイズ感もすごいあるのでねいい感じでございます。僕はねちょっとトップスが大きめだったんであの膝下ぐらいのねあの丈感でちょっと着ようかなと思って腰履きしましたね。で近くで見てもらうとこんな感じなんですけど、アジサイが綺麗ですね、すごい綺麗ですね。パンツはですねこのねサイズ感も最強なんですけどね、この色の感じとかまああとこの質感とかもねめちゃめちゃ僕はね古着っぽい感じでねすごい好きですね。これ結構やばいなマジでめっちゃいい。はい、ということで皆さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。どうでしたか、かっこいいでしょ。はい、このねブランドねキャップとかもめちゃめちゃこのトップスとかにも合ってますしね、もう最強じゃないですか。うん、結構ね今回僕ねセカストでねええ感じのねやつ見つけたなと思います。結構今回のねセカスト調子良かったんちゃうかなと思うんですけど、うん、ちょっと皆さんの意見をコメント欄にお願いします。でね、ちょっと皆さんにね手伝ってほしいことがあるんですけども、ちょっと6月ね拡散頑張ろうと思いまして、なのでねいつも見てくださってる皆さん全力で僕を拡散してください。イエーイ、もうほんまにインスタでメンションしてくれたり TikTok でね切り抜きしてくれたり、もういろいろねちょっと一回やってみてほしい。もうマジでねそんなん作ってくれた方にはねもう絶対見に行くし絶対コメントするし、うん、もうマジで皆さんの力貸してほしいなと思って、ほんまね切り抜きとかメンションとかいろいろしてくれたら本当に助かります。ありがとうございます。そういうのねしてくれた方にねプレゼント企画もしたいし、お礼といったら何ですかね、ええ感じの動画届けれるように頑張りますので、皆さんの力をどうぞ僕にお貸しください。ということで皆さんいつもありがとうございます。僕のインスタグラムと僕のブランドスーティーのインスタグラムどちらもフォローよろしくお願いします。で多分ねこの動画が上がるのが7時やと思うんですけど、それと同時にね僕の T シャツもね販売しますので、そこのリンクも貼っておきますのでそちらもぜひよろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。